はい、お世話になります。トライジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、これトライジャブレンドになってますね。コーヒーです。私のコーヒー好きが高じて、コーヒーロースタリー目黒さんにちょっと無理を聞き入って、何回かな、十数回かな、もっとかな、ブレンドをちょっと豆とかいろいろして、ローストの、だから一つでローストの、あの深入り浅入り、極深、でしょ、で、だからそれの4種類、本当に20かな、なんかたくさんこういろいろブレンドして焼き方を加減して、今僕らが出すには一番いい状態の、この時期にね、出すいい状態のコーヒーがこれかなっていうことで作ってもらいました。これ撮影のためにここ置いてるだけでも香りがすごい。今回はちょっと香りを重視に作ってみました。理由がブラックとかで飲まれる時にこうどういったのかな、口元にピッと、こぼしてもた、こぼしてもた、あのブラックとかするときにこのなんていうかな、口元にこうコーヒーを持っていったときにこう香る、この香りと、でも口に入ったときにちょっとあの苦味とかちょっと抑えてます。どちらかといえば甘みがある感じですかね。で、酸味は少ないです。僕ちょっと酸味が苦手なんで、酸味は少なくして、要するに香りと甘さをちょっと出すように、してもらいました。いいぐらいに、とてもいいぐらいとか僕は好きですね。でもこれからね、これからこういろいろ何種類かのブレンドをこうなんかな。まあ、勝手な話、そのバイクのイメージにあったような、なんかそういったブレンドも作って、一応いろいろこう考えてます。で、いつもながら僕らちょっとこれ数少なくしか作ってません。今回も、40袋しか作ってないです。要するにその時に入ってきた豆のいろいろ量とかいろんなことがあるんで、生産が少ないです。今回のオリジナルのこのブレンドの、この配合はこれからも作りますけど、この味はもうこのまず40個ですね。またあの出しますけど、で販売するようにしました。もうこれね、YouTube に流れるときには何個残ってるかわからないんですけども、今のところもう今日入ってきて、あと正直何杯とかな、多分30袋もう10個は売れてるんで、そんな感じです。少ない量しか作ってなくてごめんなさい。で、一応200グラムでこれ結構ね、あれなんですよ、200グラムで、で、2214円やったかな。で、販売します。あの、税込みの値段ですよ。で、販売するようにしますんで、ご希望の方はご連絡ください。でももうすぐなくなってしまったら許してくださいね。また次の、ブレンド、多分1ヶ月か2ヶ月先になると思うんですけど、作ったらその時にまた、出すようにしますんで、まあ、そんな形です。いつもあの応援ありがとうございます。こんな感じでちょっとでもこうどういったんかな、いろんなものを感じていただけたらなと思ってます。いつも応援ありがとうございます。